もう一回ごめんなさい。どういう鳴き声になるんですか。な、何をしている時とか何もしなくて。これでも一回ネットで相談させてもらった時にはこの最初の日っていうので、もしかしたらしゃっくりでびっくりしとるのかもっていうふうに言われて。うん、私が言ってました。あ、違います。普通にあの保険の LINE で相談できるお医者さんが言ってて。なるほど。なんか一応最近はないんですけど、昨日ちょっとだけ4回ぐらいかな泣いて、最近はもうすぐ寝ちゃったもんね。収まります。それがちっちゃい、もう、もう、もう寝たいです。今ちっちゃい、寝たい。